んにちは。バリ島発オリジナルバッグの、獅子生島直美でございます。今日ご紹介するのは、持ってる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、オールマイティーバームの第2弾です。2019年秋バージョン、今回ですね、なんと新しいものが一つ増えております。前回と同じく、ベースはですね、シェアバター、ホホバオイル、スイートアーモンドオイルの、3つがベースになっております。オリーブオイルなんかも入ってるんですけれども、高級な日本でも人気のあるシェアバターたっぷり入っております。前回と、同じくこちらの無香料、そして、フォレストって書いてある、ね、あのプチグレイン、コブみかんとサイプレスが、修練効果もあるサイプレスが香る、ちょっとピリッとした大人の香り、男性にも勧めるできる香りとなっております。ちょっとグリーンな感じが、フォレストの雰囲気出てますね。これヨモギで色つけておりますので天然です。で、こちらですね、こちら無香料は前回も、皆さんご存知だと思うんですけれども、一切香料入ってませんので、小さなお子様から敏感肌の大人まで使っていただけます。これつけたままね、すぐお料理する場合にも安心の無香料です。そして今回の初登場はフルッティーですね。開けてみましょう。ほんの少しだけ黄色がかっているのは、これはウコンですね。ターメリック少しだけ入れてます。香りにはほとんど支障ないですね。これは やはり皆さんが大好きなオレンジ、そしてですね、ちょっと秋の感じを出したかったので、ちょっと温かみのあるシナモン、クローブ、チャイに入るようなねスパイスちょっと入れてみました。そんなチャイに入るようなスパイスと言いながらですね、実は香りはフルーチェみたいな香りがするんですけどね、フルーチェっていう名前をつけるわけにはいきませんので、フルーティー、ちょっとフルーツな感じでということで、秋っぽいこの時期におすすめのバームができました。この3つ、オールマイティーバーム、どこに使えますか？リップバームとしても、ハンドクリームとしても、髪の、ね、乾燥の気になるところ、あと肘、かかとですね、乾燥の気になるところ、すべて使っていただけます。今回、3点セットでお送りします。